リック・アールバート・ブライレブンは、オランダ王国ユトレヒト州、ゼースト生まれのアメリカ合衆国の元プロ野球選手、右投げ右打ち、聖は、浮きのように様々な表記が見られるが、ブライレブンと読む、絶妙なカーブの使い手として知られ、カーブボールの芸術家とも言われた、オランダで生まれ、移住したカリフォルニア州南部で育つ、ロサンゼルス・ドジャースのファンで、サンディ・コーファックスの投げる試合を、 よく感染していた。1969年のドラフト会議で、ミネソタツインズから指名され、入団。1年足らずのマイナーキャリアを経て、1970年6月2日にメジャーに昇格し、6月5日に初登板。この年10勝を挙げて、チームの地区優勝に貢献し、スポーティングニュース社の選ぶアリーグ、最優秀新人投手に選出された。翌年以後も16勝、17勝。 20勝、17勝、15勝と活躍。この頃が成績的には絶頂期だが、当時はファンやマスコミとの関係も今一つで、決して恵まれた時期ではなかったという。1976年6月1日にテキサスレンジャーズに移籍。この年はツインズ時代と合わせて13勝。1977年9月22日のカリフォルニア・エンゼルス戦では、 ノーヒッターを達成し、14勝を挙げた。シーズン終盤に素刑部損傷の故障を発症すると、その年の12月8日に、史上初の死球団が絡むトレードで、ピッツバーグパイレーツに移籍。1978年には14勝を挙げ、1979年には12勝を挙げて、チームのワールドシリーズ制覇に貢献。しかしチームに不安を持ち、1980年途中に、 遺跡を希望し、叶わなければ引退すると発言した。その年12月9日にクリーブランド・インディアンスに遺跡、50日間に及ぶストライキで、シーズン、1983年も、その影響で苦しいシーズンを送るが、1984年には19勝7敗と、自己2番目に多い勝ち星を記録。1985年シーズン途中に、 フルスツインズに旧シーズンぶりに復帰すると、今度は大きな声援に迎えられた。その年は両球団合計で17勝を挙げ、脱三振206はリーグ1位であった。1982年に完成したツインズの本拠地、メトロドームは打者に有利な球場で、球速の衰えた、ブライレブンには厳しく、1986年8月1日には、 当時メジャー史上10人目の通算3000奪三振を達成し、シーズンでも17勝14敗を挙げたものの、50本のホームランを喫した。1987年には15勝12敗の活躍でチームを地区優勝、リーグ優勝に導き、自身2度目のワールドシリーズに出場。第2戦では勝利投手となる。第5戦ではカージナルスが、 シリーズでは1907年以来となることを瑠を許し、ブライレブンは敗戦投手となるが、2勝3敗と追い込まれたチームは、本拠地での第6戦、第7戦に連勝して、ホームスイートドームでの、そしてミネソ大天後初のワールドチャンピオンを決めた。1988年は基本塁打だこそ21だが、防御率5.43と、乱調で10勝17敗に終わり、 この年限りで、カリフォルニア・エンゼルスに移籍。初年度の1989年には17勝5敗。防御率2.73と活躍し、カムバック賞を受賞するが、1990年は8勝7敗。回戦筋を痛めた1991年は1、シーズン当番がなく、1992年に復帰するが8勝12敗に終わる。 あと13章に迫った通算300章に意欲を持ち、42歳で1993年のスプリングトレーニングでフルスツインズのトライアウトを受けるが契約には至らず、現役引退を発表した ESPN 解説者として現場に立つブライレブン引退後はツインズ専属のコメンテーターを務めている。2009年には WBC オランダ代表の投資コーチを務めた。 通算287勝250敗、防御率3.31、脱三振3701と、アメリカ野球伝動入りにふさわしいと言える成績を残し、1998年に伝動入りのための全米記者協会による先行投票を受ける資格を得たが、なかなか伝動入りを果たせなかった。特に通算脱三振は歴代5位で、 3000月三振は2010年終了時点で15人しか達成者がおらず、ブライレブン以外に野球電動入りの資格を得た選手はすべて電動入りを果たしていた。2010年の記者投票の得票率は74.2%で、わずかな差で電動入りを逃した。ブライレブンのツインズ在籍時の背番号、28、ミネソタツインズの永久欠番に2011年指定。 そして2011年の記者投票で79.7%の得票率を得て14年目にしてようやく電動入りを果たした。電動のプレートはツインズを選び1月27日、フルスツインズはブライレブンの電動入りと功績を称え在籍中につけていた背番号28を永久欠番に指定することを発表し同年7月16日に 結番表彰式が行われた。2013年には、前回大会に続いて、WBC オランダ代表の投資コーチを務め、ベスト4進出に貢献。2016年12月2日に第4回、WBC のオランダ代表コーチを務めることが発表された。1978年のパイレーツ時代に、ブレーブスのボブホーナーにメジャー初本塁打を打たれた。また、 1986年のツインズ時代には当時インディアンスだったジェイベルにメジャー初打席で初球を本塁出された。ダグアウトでチームメイトのスパイクの紐に火をつけるホットフットといういたずらを時折言っていた。これによってフライングダチマンならぬフライングダチマンというあだ名をつけられた。ありがとうございます。